What's up guys? エンドです。ラットです。ということでね、はい、今回ですね、うん、夏やっぱシンプルになりがちということで、そうですね。ね、ちょっと柄シャツ、紹介しようと思うんですけど、はい、うん、まあこれね、うちらの動画結構見てる人は、はい、あれ前見たぞみたいな感じかもしれないんですけど、うん、これはですね、グッドオンの新作のこのレオパードのもうシャツなんですけど、はい、実はね、はい、まあ、去年の展示会でうちらもこれを見て、うん、これめっちゃいいじゃんということで、そう、ちょっと待ちに待ってたアイテムなんですけど、はい、もうやっときましたよ。やっときたね。そう、本当にその来年の春夏の展示会あったんだよね。そうそうそう。でこれをね見つけまして、うん、着てめっちゃいいみたいな感じで、うん、待ちに待ったやつが発売されたんで、うん、紹介しましょうか。はい、はい、で先ほど言った通りこちらはね、うん、グッドオンの新商品になってて、まずね、グッドオンと言ったら、はい、これね、シャツなんですけど、うん、T シャツ地なんですよ。そうですね。ね。はい、だから、結構他のシャツ、もちろんいいんだけど、こう、1枚で着ても T シャツ地だから、うん、ほんとストレスないというか、そうだね。ね、汗とかかいても全然大丈夫。はい、普通のシャツだとちょっとペットリしちゃってさ、うん、こう透けちゃうとか、はい、なんかこう嫌な感じがあるじゃん。うん、でだからまあ、タンクトップ着ようとか、中に T シャツ着ようってあるんだけど、夏やっぱね、重ね着するのきついんだよね。そうだね、もう今の夏は暑すぎて、そう、1枚でも暑いなって感じなんで、うん、ね、ちょっときついんですけど、そう、やっぱりね、 T シャツってやっぱ着心地が最高じゃないですか、うん、やっぱコットンの、そう、それが本当にあるんだけどシャツ仕様って感じで、うん、めちゃめちゃいいんですよこれ。そうなんだよね、はい、でこのグッドオンの T シャツ地のシャツはこの今までもね、うん、無地のやつとか、まあ、こうグッドオンのピグメント染めでいろんなカラー出てて、うちらも愛用してたんだけど、この柄があるっていうのはそのなかなかなかったね。確かにそうね、うん、だから今回ちょっとこう楽しみにしてたアイテムになってて、このほんとねシャツタイプのこの T シャツ地っていいのがね、うん、夏もしかしたら T シャツより涼しいんじゃないかと。確かにね、ここが空いてるじゃん。そうだね、そう空いてるし、こうなってるから、うん、こう空気の通りもいいから、うん、結構ね夏涼しいんですよこれ。そうだね、うん、でこの生地の厚さも 5.5 オンスのこう生地になってるんで、うん、このグッドオンの 5.5 オンスと全く同じ生地です、はい、うん、なんでほんとね T シャツ感覚で着れるっていうのはめちゃくちゃいいんだよね、はい、こちら今回紹介するんですけど、これね結構この柄が特徴的だよね、うん、柄もねこれこだわってまして、はい、この柄レオパード柄なんだけど、このさレオパードのこの柄を初めにこう顔料プリントっていうものでプリントしてから、でそれだけじゃないんだよ、そのプリントした後に、うん、この反応染めのこう色落ちしないこう染色方法で薄くいきなりに染めてる、はい、でこのさっき言ったプリントも顔料プリントにすることによって、その後のこのオーバーダイっていう反応染めを上から染めるんだけど、そこが馴染むように、ね、このプリントも顔料プリントにしてるというね。さすがのこだわりですね。そう、さすがのこだわりなんですよ、はい、ね、うん、さすがグッドオンということで、はい、染め得意ですね。得意ですね。ね、でね、展示会でも言ってたけど、うん、これがね、若干の気なりなんで、うん、なんかその気なりじゃなくて、ここ白だと結構浮いちゃうらしいんだよね。うん、そう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 。プリントのこの柄と白の対比が強すぎて浮いちゃって、うん、ちょっと着にくいみたいなね。着にくいからその気なりを入れるっていう、そう、とこがやっぱすごいですね。うん、はい、でもちろんね、グッドオンなんで、まあ、今までも何回も説明してるんだけど。はい、こう一番この売ってる状態が一番 T シャツのコットンが縮み切ってる状態なので、これからね家でこう着て洗濯して乾燥かけてもサイズが変わらないということで、でそれプラス生地がコットン USA という USA のコットンの中でもコットン評議会、国際綿花評議会がこう規定した基準をクリアした上質なコットンを使ってるということでね、生地にもこだわってる感じですね。はい、で簡単に、まあ、ディテールどんな感じか見ていきますか。はい、でディテール、まあ、こんな感じなんですけど、うん、まあすごいシンプルですよ ね, ね、まあ、こんないろんな説明するとこもないんだけど、うん、まあ、シャツタイプのこうオープンカラーシャツのような、うん、こうあれですね、形になってます。ポケットが一応ねここにあるんですよ。これもうこうカモフラージュしちゃって確かに見えないんだけど、動画だったら分かんないかもしれない ね, そうね、うん、地味にありますこれね。はい、ここにポケット、ワンポケットでこちらボタンなってるんだけど、このボタンもね、うん、こうシェルボタンっていう、まあ、貝を使ってるボタンになってるんで、まあこう近くで見るとね、貝のこの光沢感、うん、まあ螺鈿とかで使われてたりするんだけど、この光沢がやっぱこう高級感ね、うん、こう醸し出してるんで、そこいいよね。そうだね、うん、だから結構昔のヴィンテージとかのシャツについてるシェルボタンをつけてるのはこだわりすごいね。そうだね、うん、で後ろは特になくね、こんな感じでシンプルな感じになってます、うん、
で、あとまあね、このボックスシルエットなんで、そうね、やっぱりうちらもボックス好きで、うん、結構まあラフに着れるし、うん、そこはなんかすごいいいですよね。そう、うん、で、まあ、ディテールね、うん、こんな感じだったんだけど、まあ、さっき言ったこのボックス感、はい、丈感とかがやっぱこうグッドオンはね絶妙で、はい、T シャツももちろんねこの丈感すごいタイプ好みなんですけど、このシャツもほぼグッドの T シャツと同じぐらい、多分そうだね、うん、丈感になってるんで、うんうん、まあ、そこもこうグッドン合わせしてもね、うん、またこう合わせやすいようなサイズ感になってるから、うん、そこもいいよね、まあ、ということでね、はい、まあ、簡単に説明してきたんですけど、まあ、着ないと分かんないということで、うん、実際に着てみたんでよかったら見てみてください。ということで着てみたんですけど、はい、やっぱかっこいいですよこれ。かっこいいね。やっぱね、うん、やっと来ましたかって感じで、確かに。やっと着れるこの季節が来ましたよって感じなんですけど、うん、まず俺は本当にシンプルに、うん、あのこれ1枚で着た感じなんですけど、うん、まあ本当にねシンプルになりがちな夏に本当にこういうレオパード柄って映えるんで、映えるね、1枚着てるだけで本当にシンプルにならない感じで着れるんで、うん、そこは本当に1枚でも着れるっていうのはいいですよね。そうね、はい、ケントがね、はい、まあ、シンプルに1枚に着てたんで、これね実は夏以外も着れますよっていうことでちょっと重ね着して着てみたんですけど、まあ夏とはまた関わってくるんだけど、これ夏1枚手に入れてれば今後春冬と意外とインナーのこのねこう映えるこうインナーシャツとしても使えるということで、今回はジャケットの下に着た感じなんだけど、やっぱねシャツ着て中に着るけどこうやっぱこう彩り欲しいって時にめちゃくちゃいいし、まあ、T シャツ地っていうのがね、またね、こう楽なんですよ、これ。そうだね。めちゃくちゃ。確かに。うん。コテコテにならない感じ。そうね。ちょっと差し色で、うん、ちょっとこじゃれた感じになるんで、そこがいいっすね。いいね。うん。だから本当着方としては、1枚で着てよし、うん、中に T シャツ別に着て、これ着ても、そうね。全然着れるし、うん、まあもちろんタンクトップ着てもいいんだけど、うん、あと本当、ジャケット羽織れるし、うん、これに短パン履いたりとか、うん、夏はね、うん、めっちゃいいよね。で、実はこのレオパードのシャツの、セットアップなんだよね、これ。あ、そうだね。うん、セットアップの短パンもあるんで、うん、まあそういう短パンをセットアップ合わせもまたいいかなと思いますね。で、去年確か俺展示会でセットアップ来たんですけど、うん、意外にいけるんですよ。意外といけるんだよね。そう、なんか派手に見えんだけど、うん、着ちゃうと結構馴染むんですよ。そう、夏だしね。そう、いけるよね。だからちょっとショーツもね、うん、いいなっていう感じですよね。確かに。はい。で、これから本当夏になって、うん、こうショーツとこうね。半袖の時期になるんで、はい、まあ、絶対こうねシンプルになっちゃうんでね。そうだね。だからまあ1枚こういう柄物もあってもいいかなということで、うん、はい、ね、ぜひぜひチェックしてみてください。一応概要欄にリンクも貼っとくので、はい、そちらからチェックしてみてください。高評価とコメントお願いします。チャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もお願いします。ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ。